しております。以前はホーチミン事務所でも働いていました。よくお客様からは、どうしてベトナムで働いているのですかと聞かれます。それは大学時代にベトナムを訪れたことがきっかけです。その時初めて東南アジアを訪れたのですが、街の活気のある街の様子やあとはエネルギッシュな人々をすっかり圧倒されてしまい、ハマってしまいました。大学卒業後は日本企業で経理をしていましたが、3年経った頃まだベトナムで働く夢を諦められず思い切って転職しました。休日の過ごし方はハノイの街を散策したり、カフェを探してお茶したりしています。今後は仕事も休日もいろいろなことに挑戦して、ベトナムについてもっと詳しくなりたいと思います。